はーい、どぶれです。今回ですね、こちらのトレジャーマップ VS ゾロの事前編成の方を紹介していこうと思います。で、まあ今回はですね、本気周回編成ということで、まあ自分が多分、周回するであろう編成を、考えてきましたので、ぜひともね、参考にしていただけたら嬉しいなと思ってます。ということで早速ね、おすすめといいますか、事前編成の方を紹介していきましょう。はい、ということでまずは VS スピードの方を見ていきましょう。編成はこんな形になってまして、で、まあ今回なんですけど、この、スピード戦なんですが、前回この枠の時、キットとかをちょっと使いつつやっていたんですけど、その時ね、必殺技のダメージの方で結構周回できたんですよね。まあ自分がやっているレベルぐらいで、まあ周回40ぐらいでも全然いけてたぐらいなので、周回レベルがね、まあなんで、まあ初心者とか、まあ中級者ぐらいの、まあそんなガチガチに周回しないよって方は、こういう形でダメージで倒すことも全然できるのではないかなと思っていますので、まあちょっとね、このキャラたちを使って、必殺技でちょっと倒していこうかなと思っていますので、この編成になってます。まあもしかするとね、火力足りなくなってきたらちょっと編成変えていくかもしれないんですけど、序盤の方はこの形でやっていこうかなと思ってます。まずですね、そうですね、第1バトルなんですけど、第1バトルはこちらのゾロの必殺を使っていただいて、固定ダメージ1000ダメージ与えると。まあ亀が2体来るだけなので、これ倒していきましょう。で、第2バトルでこちらのテゾーロを使っていただいて、固定ダメージを与えていくと。で、一応3ターン内でチェーンキス 3.75 倍に固定もできますので、まあこれで 2.75、 まあボス戦のね 2.75 以下の場合、こういう段っていうのにも一応、条件はクリアしていけるのかなという形になってます。で、気絶が来ているので、まあこちらのおでんの方にね、このね、菊之丞をちょっと使わせていただきまして、最終バトル開始時に、1ミリの残り体力を、減らして気絶を解除していこうかなと思ってます。で、まだね、バリアが来ているので、まあこちらのおでんを使っていただいて倒していくと。で、敵一体にね、300倍の和属性ダメージ与えることができますので、まあこれダメージ与えつつ、船長のキットも、ダメージ70倍のダメージ与えつつ、超過使っていただければ、100倍の無属性ダメージ与えることができますと。で、あとこちらのね、ルフィを使っていただければ敵全体にキャラの攻撃、250倍のダメージ与えることができますので、まあ、これである程度しっかり周回はできるのではないかなと思っていますので、うん、最初の方はね、こんな形で周回していけたらなとは思ってます。はい、ということで続いては VS キャロットの方を見ていきましょう。こちらはですね、第3バトルの方で5ターン内で必殺技封じ、8ターン内で戦長効果、無効と。で、5ターン内でしびれとか、まあ、あとスロットが、お邪魔スロット変換と知恵無効という形になってます。ここはですね、まあ、超進化シャンクスと、ルフィを使っていただければ、攻略できますので、まあ問題ないかなと。うん。で、またね、補助で入れているっていう形になってます。必殺封じ戦長効果無効はルフィの方で、解除できますし、5ターンずつね、解除できますと。で、一応戦長効果無効、残り3ターンは能力回復で解除すると。で、しびれが5ターン来てるんですけど、それもこちらのね、シャンクスを使っていただければ、まあ5ターン解除できますんで、これで解除していきましょう。うん。でも、そうですね、お邪魔スロットも同じく、解除できますんで大丈夫ですと。で、あとは、シャンクスの方で、攻撃上昇上げつつ、ルフィの方でスロット影響上げつつ、で、こちらの、マゼラン使っていただければ属性相性強化、即属性と地属性の属性相性強化かけれますし、まあ、あと一応こちらに、フラッペを入れていますので、これで一応火ダメージ 1.5 倍にできますので入れているっていう形ですね。まあなんでここ誰でもいいです、正直。多分火力は全然足りると思うので、まあ入れ、なんか他のキャラ入れていただいても全然いいかなと。で、あと第1バトル第2バトルはね、ゾロの方で、飛ばすことができますので飛ばしていくという形でちょっとやっていこうかなと。で、まあフレンド成長は同じくシャンクスを使っていただければ、地属性がね4体になりますので、まあそうすることで、まあお邪魔スロットを含む全てのスロット、その属性のスロットに変換できたりだとか、まあ攻撃上昇とか上げたりだとか、
で、まあ、レベル上限突破マックスまで上げていれば基礎攻撃も上げてくれるので、さらに火力も上がってくれるのではないかなと思いますので、まあ、できれば超進化のやつを使っていただけたら、あ、でも確かね、ルフィの方でもね、基礎攻撃上げれるので、まあ、そこまで超進化しなくても全然問題ないのかなとは思いますので、うん。まあ、こんな形でやっていただければ、まあ、ある程度しっかり周回できるのではないかなとは思ってます。はい、ということで続いては VS 猫マムシの方を見ていきましょう。編成はこんな形になってます。まあ、第3バトルの方でいろいろギミックは来るんですけど、まあ、一応、ロー、コラソン、キットがいれば一応攻略できますので、まあ、問題ないのかなとは思ってます。うん。まず、攻撃力ダウンと、戦場効果無効。しびれに関しましては、まあ、こちらのコラさんを使っていただければ3ターンずつ解除できますので、解除しつつ、戦場効果向こうは、残り3ターンを能力解放で解除するという形でやっていきます。うん。で、あとしびれ3ターン残ってると思うんですけど、それはこちらのキットを使っていただければ、まあ、超進化前の、キット全然問題ないので、キット使っていただければ、まあ、解除できるかなとですね。あ、超進化前じゃない、進化前か、できますので、まあ、大丈夫かなという形、あ、超進化前か、うん、超進化前かな、解除できますね、まあ問題ないかなと、うん、いう形ですね。まあ、ちょっとレベルは上がってないんですけど、まあ、ちょっと使っていこうかなと。で、あとは5ターン内だ、属性スロットが振り扱いと、大体全てのスロットがお邪魔スロット変換という形になるんですけど、そうですね、まあ、こちらのキットですね、キット使っていただければ、爆弾スロットに変換できますので、まあ大丈夫かなという形ですかね。うん、あ、違う、トラファルガロの方で超過を使っていただいて、お邪魔スロットを自スロットに変換させてからキット使っていただければ、全員爆弾スロットになるので、力、技、速、心、地のスロットが、爆弾スロットになるので振り扱いにはならなくなるよみたいな感じですね。はい。で、あと一応こちらに桃之助を入れていますので、桃之助の方で、スロット影響をちょっと上げていこうかなと、うん、2.75 倍にできますので、これでスロット影響を上げていこうかなと思ってます。で、またね、ローとかの必殺技使ったり、タップしていただければ、まあ、しっかり火力は出るんじゃないかなと思いますので。で、あと第1バトル、第2バトルに関しましては、こちらのブルックの、飛ばしを使っていただければ、まあ、しっかりと周回できるかなと思いますので、まあ、こんな形でやっていこうかなと思ってます。で、まあね、ローとかキットとか超進化後のやつを使えばなお、火力は出しやすいかなと。まあ、でもキットはね、先ほど VSスピードの方で使っていますので、超進化前の、キットを使うようにしてください。はい、ということで続いては VS ロビン&ジンベイの方を見ていきましょう。ここはですね、いつも通り、ロジャーの方でちょっと倒していこうかなと思ってます。うん、まあ、ロジャーで倒せるかなと思いますので、まあ、このね、すべての防御効果、防御力、通常攻撃外のダメージを1にする効果を無視して、150万のダメージ与えることができますので、まあ、これで倒していっちゃおうかなと思ってます。うん。で、火力がもし足りないとなるのであれば、一応こちらにね、補助として白ひげも入れてますので、白ひげの方で100万ダメージ与えて倒していこうかなと。いう形でやっていく、予定ですと。で、まあ、もしロジャーだけで倒せるよってなるのであれば、他のキャラ別に何でもいいんですけど、入れていただければまあ大丈夫かなと。で、あとフレンド船長キャロット&ワンダーにしていただいて、まあ、ある程度必殺短縮していただいて、で、キャロット&ワンダーできれば第2バトルで、あ、第1バトルで使っていただいて必殺短縮して、で、ボス戦でもう一回必殺使っていただいて必殺短縮しての方が、多分ローチャー必殺溜まりやすいかなと思いますので、うん、まあ、ちょっと一手もあるんですけど、そうしていただいた方がいいんじゃないかなとは思ってます。で、あとですね、こちらに、エースを入れていますので、エースの方で必殺技封じと必殺技巻き戻しを、10ターン回復できますので、このね、ボス戦の5ターンの間、必殺封じと必殺技巻き戻しを、解除できますので、まあ、これで解除していただければまあ大丈夫かなと思いますので、うん。で、まあ、あとロージャーで倒すっていう形で、で、第1バトルでこちらの、
ロビンを使っていただいて飛ばしていただいて、こちらの、キャラを使っていただいて第2バトルも飛ばしていくっていう形でやっていただければ、まあしっかり周回できるのではないかなと思いますので、ぜひとも試してみてください。はい、ということで続いては VS ボス戦の方をやっていきましょう。こちらはですね、フレンド船長を、今回の新規のルフィにして、編成組んでいますので、まあ、ポイントもりもり編成ということで、まあ、やっていこうかなと思っているんですけど、まず第2バトルの方では、必殺封じが6ターン来るのと、毒スロット変換されてしまうっていうのと、まあ、あとはそうですね、バリアが、パーフェクト成功するまで破壊できないとかね、まあ、2ターン来るっていう形になっているんですけど、まずですね、こちらの3時の方で毒スロットは、ジソットに変換させようかなと思ってます。まあ毒スロットに関しては、ギミックのね解除方法っていうのが、まあこのね毒状態を回復するっていう効果を持っているキャラがいれば、それを発動することで毒スロットをジソットに変換できるので、これで解除していきます。まあなので3時を使って解除していこうかなと。で、必殺封じはこちらですね、時を使っていただければ、まあ、解除できるので、これで解除していきましょう。で、続きましてバリアがあるんですけど、で、まあ擬音隠しが来ていて5ターンね。で、擬音隠し解除しようかなと思ったんですけど、まあそれもちょっとめんどくさいなということで、で、擬音隠しがあるとパーフェクト取りづらいのかなと思いますので、波&カリーナの方でバリアを破壊することができますので、こちらのキャラでバリアを、破壊していこうかなと。波の方ですね、波の方を使っていただければバリアを、2ターン分解除できますので、これで解除していこうかなと思ってます。で、あとね、入れ替え、超入れ替え使えばね、3ターン内で基礎攻撃プラス800できますので、入れ替え、超入れ替え使った後に、波の状態にして波の必殺を打ってっていう形でやっていただければ、まあある程度しっかり火力も出ていけるのではないかなと思ってます。うん、で、まあ擬音隠しはあるんですけど、まあまあグレートぐらいを取ってでも全然火力は出ると思いますので、まあそれでタップしていただければ全然問題ないかなとは思ってます。で、ボス戦なんですけど、ボス戦では必殺技巻き戻しが1ターン来るのと、しびれが6ターン来るのと、ダメージ軽減が6ターンと、いう形ですかね。うん、思うなところは、あと火傷が6ターン来るんですけど、で、今回の火傷に関してはなんかパーフェクト成功した時にもう火傷が食らうみたいな感じで書いてあるんですよ。今までであればパーフェクト取っていても相手を倒すことができればその火傷受けないっていう形だったんですけど、まあなんか今回からそういうね、仕様になってるっぽいので、まあ今回だけかもしれないですけど、そういう仕様になっているので火傷も解除していきたいということで、まあ、第2バトルの撃破時の、行動で 80% 割合ダメージ食らうので、そうすることで体力が 80% 以下になると、そうなることで、フレンド船長のルフィの、船長効果が発動されて必殺発動することができるので、それでしびれを解除していき、やけども解除していきますと。6ターンですね。で、必殺巻き戻しに関しては一応でもね、ロー&ロビンと、オデン&ロジャーとルフィしか必殺使わないので、まあ、こちらのロー&ロビンに関しては、まあ、こちらの、クロコダイルを入れることで、最終バトル開始時に、必殺短縮できるので、これで解除していくと。で、こちらもですね、オデ&ロジャーも同じくですね、最終バトル開始時に必殺短巻き戻し、一旦短縮できますので、まあ、これで、どちらとも使えるようになると。そうして、ロー&ロビンの必殺を使うことでダメージ軽減6ターン解除できますので、これでダメージ軽減解除していきます。で、属性相性強化も3ターン上げれるので、激アジね、まあ、体力回復してくるんですけど、まあ、2ターン分火力出せますよみたいな形になってます。で、オデ&ロジャーもね、ここで必殺使っちゃって、まあ、そうすることで、スロット影響3ターンと攻撃上昇が、上げることができますので、うん、まあ、これで火力出していこうかなと。で、ルフィの方では攻撃上昇がかかるのかな、まあ、なんで攻撃上昇かかって属性消去化もかかってスロット影響もかかるっていう形になってますと。で、倒した後に激アジの行動で体力半分回復してきつつ、しびれ3ターンの必殺封じが3ターン来るんですけど、ルフィの方のね、必殺技がまだ溜まっているので、残っているので、超過で必殺封じ解除できますんで、超過で必殺封じ解除して、で、必殺技使っていただいて、
それで必殺封じとしびれを3ターンずつ解除できますので、まあ、これで解除しつつやっていただければ、まあ、しっかり火力も出て、やっていけるのではないかなと。まあ、属性相性強化ロー&ロービンの方で3ターン分かかってますし、スロット影響もねオデ&ロージャーの方でかかっていますし、であとルフィの方で攻撃上昇上げれば十分火力も出てくれるのかなと思いますので、まあ、こんな形でやっていこうかなと思ってます。はい、ということでね、続いては乱入戦の方をやっていきましょう。こちらなんですけど、まあこちらちょっと厄介と言いますかね、ギミックが結構いろいろ来ているんですけど、で体力回復とか肉回復とか、まあそういうことをすると、まあ、ダメージ受けてしまったりだとかで激痛もあるので、必殺使うたびに体力を削られるみたいな状態になりますので、かなり厄介なね、ギミックにはなっていますと。で毒スロット変換も毒変換も来ているので、毒変換じゃない、普通に毒も来るので、で一旦につき何5000ぐらいのダメージ与えられるので、一旦につきね、まあ、なんで3万ぐらいのダメージを受けてしまうみたいなところになってますんで、結構厄介なね体力を削ってくる、ギミックになっていますと。であと防ギャップと一定以上ダメージ軽減が3ターンずつ来るっていう形なんですけど、まあ今回は一応ルフィの方で戦長効果の方で 30% 以下になれば必殺技打ってくるんですよね、次のターン。まあなんで 30% 以下にした状態で、ボス戦に向かっていきたいということで、まあその回復であったり肉回復とか、まあ、激痛とかうまいこと使いつつ、まあ、30% 以下にしてボス戦まで行かないといけないので、まあそこら辺はね実際にやってみないとちょっと分かんないんですけど、しっかり調整してやっていってください。でまあ一応ね、必殺技のやり方なんですけど、まず一定以上ダメージ軽減と防ギャップはナミ&カリーナの方で超入れ替え使っていただいて、その上でカリーナの状態にして必殺使っていただければ、一定以上ダメージ軽減も防ギャップも6ターンずつ解除できますので、まあこれで解除しつつやっていただければまあ問題ないかなと。で毒状態なんですけど、まあ結構厄介だなということで、念のためねこちらの3時を入れてますと。まあこれで毒回復できますので、これで回復しようかなと思っているんですけど、まあ最悪なくても大丈夫なのかなと思うんですけど、念のため入れてます自分は。うん、でボス戦で自分でもう必殺技使わないようにしていきたいので、もうここで先にルフィを使って、あ違う、オデ&ロジャーを使います。まず必殺技使っていきますと。で攻撃上昇とスロット影響を3ターンずつ上げま、1ターンずつ上げますよと。でその後にこちらのローを使いますと。でローを使ってスロット影響と攻撃上昇を2ターンずつ延長できますので、これで2ターン延長していきますという感じですかね。うん、で2ターン延長して3ターンずつになりました。でその後にルフィの必殺技使いますと。そうすると属性相性強化が1ターン上がりますと。でその後にこちらの、金やモンの必殺技使いますと。でまあそうすることで属性相性強化を2ターン延長できますので、これで2ターン延長して全部3ターンずつ上がりますよと。攻撃上とスロット影響と属性相性強化3ターンずつ上がりました。であとはねもうそのまま、言っていただければ、まあ、次のターン、体力が 30% 以下になっているのでボス戦でルフィが必殺発動してくれますよと。まあ、そうすることでしびれを解除できるので、まあ、それでとりあえず大丈夫かなという形になってますね。うん、でまあしびれさえ解除すればあと必殺封じとかしか来ないので、で必殺巻き戻しとかで二次スロットバリアが来ると思うんですけど、二次スロットバリアはねルフィの必殺技で上段と下段のスロットを二次スロットに変換できるので、まあ問題ないかなと。で一応こちらのオデ&ロジャーの超過も使っちゃっていいので、超過使っちゃって上段はワスロットになるんですけど、下段はね、二次スロットになってくれるので、その状態で次のターン行くと。まあそうすればね二次スロットもあるので、二次スロットでダメージ与えることもできますよという形になってますので、まあそんな形でやっていただければ、まあしっかり火力も出ていけるんじゃないかなとは思ってます。で一応ねこちらの白ひげ入れた理由なんですけど、まあ一つはねオデ&ロジャーの EX 超過使えるようにっていうのと、まああとこちらの一味の体力を 50% 減らすことができますので、まあこれでね体力を 50%、30% 以下にしないといけないっていうのを調整するために一応入れてますと。うん、まあ、これ体力、
削って 30% 以下にしてっていう形でやっていただいてもいいので、まあ、そんな形でやっていただければ、まあ、しっかりやっていけるんじゃないかなとは思いますので、一応調整のために入れてます。うん、まあそんな形でやっていただければしっかり火力も出ていけるのではないかなと思ってますので、ぜひともやってみてください。でまあもう一つあるとすれば、一応なんですけど、体力が残っているのであれば、もしね体力 30% 以下になった後にボス戦行って必殺とか使っても体力が足りるのであれば、一応金右衛門とロジャーは残しておくと、うん、使わないで、でボス戦まで行ってルフィ発動してくれる、でその後必殺巻き戻しとか来ているので金右衛門で必殺短縮する、でオデアンドロジャーの必殺使って攻撃上昇とスロット影響を上げる、でルフィの必殺かかっているので属性足効果もかかっている、でその後にこちらの白ひげを使っていただければ初期値上げができるんですよね、このキャラなんで。初期値上げしていただいて、さらに火力出すことも全然できるので、もし体力が残っているのであればその方が火力出しやすいんじゃないかなと思っていますので、まあまあ実際にやってみてっていう形なんですけど、まあ今後ねやっていくかもしれないので、その時にいろいろ試していこうかなとは思ってます。はい、ということで今回はねトレジャーマップ VS ゾロのね事前編成の方を紹介させていただきました。まあ結構ねしっかり周回できるような編成にはなっていると思いますので、ぜひともね、参考にしてみてください。まあということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっている方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。